こんにちは、手作り倉庫です。今回はこの PE テープっていうですよね、スズランテープとかってよく言って買ってますけど、このテープを裂く方法っていうんですかね、簡単にこうお手軽に裂ける方法を考えました。これインスタグラムでコメントにこの半分にしたいんだけど、この途中でこうカットもしてみたけど失敗しちゃった、なんかいい方法ないですかねという方がいらっしゃって、私が適当に裂いたらどうですかなんて言って言いましたけど、無責任で回答ではいけないと思って、自分でも、編んでみたいので裂いてみました。そしてこの、裂く時にちょっとした注意点というのもありますので、よろしかったらご覧になって参考になさってください。この買いましたのは、これ前にも買ってあったんですけど、このスズランテープ、これは一番ノーマルというか皆さんよく使ってらっしゃる、でこれはカーマホームセンターで見つけたククリナという、同じ500メートルかな、でお値段ちょっと安かったと思うんですけど、色がとってもこうなんかソフトな色があって良かったんですね。そして色はあまりないんですけど、ダイソーとかセリアで買えるこの PE テープ、これ巻きも少ないんですが、150メートルかな、巻きも少ないんですけど、ちょっといったもの、小物とか差し色とかに使われるなら、これもいいかなと思いますね。で早速やってみますけれども、この新しいこのククリナでやってみます。まず用意しますのはこのカゴ、横に穴開いてた方がいいんですけど、こうしてでちょっと細長めのもの、何でもいいんですけれども、こんなのを用意します。ある程度深さもあってね、これ100円ショップでも売ってますよね。そして棒、少し長い棒、そして目玉クリップが2つ、ハサミ、そして重りには何でもいいんです。なくてもいいんですけど、重りがあった方がちょっと安定します。そしてマジック。まずこれ、ククリナを、この横に、これ黒でマジックで印しちゃうんですけど、色がつくの嫌がな方は違う方法で印つければいいと思うんですけど、全部やれば別に問題ないんですけどね。例えば半分したいなという時にこうして大体5等分して、そして下から3つ目のところで、大体これで半分ぐらいかなというので、こんな風に印つけておくとどこまでやったかなっていうのがこう分かりにくいんですよね、やってしまう、裂いてしまうと。ちょっとまずこの最初のこのぼぼけたところをカットしますね。これ必ずハサミでカットしてください。そうしますとこんな風にスズランテープもそうですし、これもそうなんですけど、これ輪になってるんですね。切れてないんです。これ輪になってこういう形状で巻いてあるんです。こういう作り方ということですよね。きっと機械がこういう風に作ってるんだと思うんですけど、ここに輪になってますね。こうしてそうしましたら、この輪の折れてるところをハサミで切ります。ハサミ、手で裂かない。手で裂くと後からも説明しますけど、ちょっとややこしいことになるんです。必ずハサミで、これ2等分する場合ですね。これを3分の1と3分の2にする場合は、そのように割り付けしてハサミで切ってください。これ手で裂くとぼぼけるんですよ。こう細いところが出てきちゃう。これ手で裂いてみますね。で手で裂くとしっかり寸法も出にくいですよね。今見にくいんですけど、こんな風にこうぼぼけるんですよ。これハサミで切っても途中ぼぼけてきたんですけど、これがダメなんです。後々までこうこれが響いてくるんですね、最初にこういうことになると。ですから必ずハサミで切るといいと思います。これ用意した棒がちょっと太かったんですけど、結果的にはこれ割り箸でやってます。割り箸いいですよね。これぐるぐるしないから。そして今切ったところを上にして、こんな風の今画像の通りこうして刺します。こんな風にね通します。
これ通したところの端と端をこうしてクリップか何かで留めておいてもいいですよね。安定しますよね。まあ、実際にはやってないんですけど、まあ、これやっといた方がいいかなと思って後から画像にしたんですけど、そうしましたら重りを底のところに入れました。これはあってもなくてもいいと思います。そして手前の端に目玉クリップをこうして2つこうして挟みます。そして今切りましたよね。切りましたものをこうしてこう裂いて、そして左の目玉クリップの穴にまず入れた。もうね、1つ1回入れればいいですよね。2つ入れる必要ないと思うんですね。ここに5円玉を貼り付け、うまいこと両面テープかなんかで貼り付けして、そして穴を確保っていうかな、この目玉クリップの穴と5円玉の穴が通るようにしてもいいですけれども、まあ、お金を使うというのは抵抗があったもんですから、それやめました。これスズランテープの方です。スズランテープの方、これこうやって裂いてるんですけど、これ全然こう綺麗ですよね。ハサミで切ったところがしっかりこう半分に裂けてます。こんな風に綺麗に裂けるんです。スズランテープは良かったんですけど、このくくり名の方ですけど、こういう状況と時々こういう状況になるんです。斜めにこう、なんですかね、ずれていくんですね。裂ける部分が。で、この時手でしない方がいいと思います。確実にこれ半分にしたい場合は、こうしてハサミでしっかり修正しながら、何回もこれ修正しました、このくくり名の方。どうしてもこう、細くほら、裂けちゃうんですよ、こうして。しっかり、この時もハサミで切りました。手でやると、手でちぎったりするとそこが響いてきちゃうんですよね。で、時々これこちらの方は見た方がいいと思いました。で、最初にこうずれたのをそのままにしておくと、気がついたら3分の1と3分の2になっちゃってたりすることもあると思うんです。斜めにどん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 斜めになってしまって、ですからこれ確実に半分に分けたい場合は、こうして時々ハサミでカットして、そして修正しながらこうして両脇に分けてましたけど、これこれ今印のとこまで裂きました。これこんな状況になってるんですけど、これ右左に分けて、そして部屋でこう右左分けておいたり、それから段ボールの中にこう入れ込んでったりして、そして分ければいいですよね。傘が増えますけど、まあでも本当に割に早くささっとやれますから、まあ、ほんの数十分というかな、そんなにかからずにできますので、こうして片方ずつ巻いておきます。置きました。これで2つ大きな糸玉ができたんですけど、目玉クリップにまず通す、そして巻きながらこうちょっとこう何ですかね、こう安定するっていうかね、細さがねこうなりますから編みやすいと思いました。で、比べてみます。こちら左の方が裂いてない方ね。これで皆さん今編んでると思うんですけど、私はもうこの太い方はちょっと無理でしたね。で、この細い方、こんな風に半分になってまして、まあ、これでいろんな編み方が選択肢が出たかなと思うんです。ですから半分なり3分の2と3分の1とか、まあこれ4分の1もありだと思うんですね。4分の1にして引き揃えにするとか、そうするとまあ4分の1は何か考えればいいと思うんですけどね、やり方をね。まず半分に裂いてからまたもう一回裂くとかね、まあ今のやり方でやればいいと思うんですけど、これ7号の針で編んでみます。こんな風なちょっとこう華奢な感じの模様編みも可能になったかなと思います。まあ汗さえかかなければ、このビニールテープ手に汗かく人はなかなか難しいんですけど、手袋はめてやったりしてますよね。手袋に穴開けて、指だけ穴開けて編んだりしてますけど、こんな風にちょっとこう華奢な感じの
ですからあのエクアンダリアとかありますよね。そんなような感じの編み上がりになったんじゃないかなと思いますね。そして2色揃いでこうやってみたんですけど、これ底のところはあの前回ご紹介しましたあの底、バッグの底をしっかりさせるっていう動画がありまして、それをご参考にしていただくといいんですけれども、今回はこの園芸用の鉢底ネットを中に仕込んであります。底を2枚編んで、そして中にこう挟み込んで編んでいくというあり方で、これすごくいいです。このあのスズランテープとか、それから夏糸、ペーパーヤーンとか、そういったとにもすごく軽くて、そして穴が開いてますから、もう水がもし入ったとしても、まあ、すぐ抜けていくっていうか、こんな風にあの、まあ、おしゃれなものを作ってみました。まあ、ご参考になればあのよろしいかなと思って動画にしました。いつもありがとうございます。